2014年3月、愛知県は愛知ビジョン2020を策定しました。ビジョンでは2030年頃の社会経済を展望し、2020年までに取り組むべき重点的な戦略を明らかにしました。愛知ビジョン2020の基本目標は、日本一の元気を暮らしの豊かさに。目指すべき愛知の姿に向け、新たな取り組みが始まった1年だったよ。では2014年の愛知の歩みを振り返りましょう。まずはリニアを生かし、世界の中で存在感を発揮する中京大都市圏に向けた取り組みから。2014年、リニア中央新幹線はいよいよ着工段階に入りました。2027年には東京都名古屋市間が開業し、首都圏から中京圏に及ぶ5000万人規模の大交流圏が誕生します。愛知県ではリニア開業による首都圏との移動時間の短縮による効果を県内全域に波及させるため、有識者、鉄道事業者、行政機関などで構成するリニアを見据えた鉄道ネットワークの充実強化に関する検討会議を開催しました。3月には名古屋駅の乗り換え利便性の向上をはじめ、名古屋駅と中部国際空港やものづくりが盛んな豊田市とのアクセスの向上などの案を盛り込んだリニアを見据えた鉄道ネットワークの充実強化に関する方策案が取りまとめられたよ。世界から注目されるスポーツイベントの開催は、たくさんの人を呼び寄せ、地域活性化のきっかけにも。8月 FIFA フットサルワールドカップ2020の招致を日本サッカー協会に要請し、10月9日には日本サッカー協会として愛知県を日本の開催地として国際サッカー連盟に対して招致を行うことが決まりました。愛知県はマラソンフェスティバル名古屋愛知や新城ラリー、アイアンマン 70.3 セントレア知多常滑ジャパンなど、全国世界に打ち出せるスポーツ大会を支援してきたんだけど、木曽三川ウルトラマラソンや山道を走る奥三河パワートレイルなど、新しい大会の立ち上げも支援したんだよ。またスポーツの振興を図るため、愛知県を主な拠点として活動し、ソチオリンピックなどの国際大会で優秀な成績を収めたスポーツ選手にスポーツ功労賞を授与しました。急速に変化する国際情勢に対応するため、2013年に策定した愛知国際戦略プラン。2014年も世界と戦える愛知を目指し、さまざまな施策を推進しました。海外展開する企業を支援するため、外国政府と協定を結んでいるよ。また愛知県産の農林水産物などの輸出を促進したり、外国からの観光客や愛知のファンを増やすための魅力の発信も積極的に行ったんだ。さらにアジアから技術系の留学生を中心に受け入れを拡大するなど、活力あるアジアの国々とともに発展していけるよう連携・交流を深めています。マスコミなどで紹介され、全国でも知られるようになった名古屋めしや三英傑をはじめとする武将、愛知には魅力的な観光資源がたくさんあるよね。名古屋めしを地域ブランドとして国内外で広めていこうと、名古屋市とともに名古屋めし PR 懇談会を立ち上げました。さらに11月30日、愛知合戦ワールド2014 in 大高緑地を開催しました。戦国武将をテーマにした迫力あるステージや鷹狩り、火縄銃の実演などが楽しめたんだよ。11月1日から3日間セントレアで開かれたイベント、ゆるキャラグランプリ2014 in 愛知セントレアには、全国からたくさんのゆるキャラとそのファンが集まりました。
愛知県内ではドラマや映画のロケが増えてきているんだ。市町村にあるフィルムコミッションの連携促進を図るため、愛知県フィルムコミッション協議会を設立しました。撮影場所を観光資源として PR することで観光客の誘致に取り組んでいくよ。拡大する世界経済の中、日本のものづくり産業の中枢、愛知県には優れた企業や人材が集まっています。次にご紹介するのは最強の産業圏となるための取り組みです。日本のものづくりを支える人材育成に力を入れている愛知県において、11月28日から12月1日まで技能五輪全国大会が開催されました。この大会は将来を担う若手技能者が技能レベル日本一を競う大会なんだよ。機械系、建設・建築系、サービス・ファッション系など41職種の競技が行われたんだ。愛知県はこの技能五輪での成績がとっても優秀で、平成17年から10年連続で最優秀技能選手団賞を受賞しているんだよ。また11月21日から23日まで、障害のある方々の職業能力への理解を深め雇用促進を図るための技能競技大会全国アビリンピックも開催されました。10月18日国産初のジェット旅客機 MRJ がお披露目されました。初飛行は2015年4月から6月を予定。楽しみだよね。県営名古屋空港の駐車場が整備され、隣接地に MRJ の生産・整備拠点の立地が決まりました。アジアナンバーワン航空宇宙産業クラスター形成特区に指定されている愛知県。航空宇宙産業の一大拠点を目指し、その動きを加速させているよ。航空宇宙産業に関わる企業が集中する愛知県で、航空宇宙分野の国際的なビジネス商談会エアロマートが日本で初めて開催されました。愛知県は航空宇宙産業の集積の厚さをアピールしたり、企業の販路開拓を支援したんだよ。自動車産業の研究開発施設の用地およそ650ヘクタールをトヨタ岡崎地区に造成しています。産業のグローバル競争を勝ち抜くためには、ものづくりの技術革新を支える研究開発機能を充実させることが重要だからね。水素を燃料とし、走行中に二酸化炭素や大気汚染物質を排出しないことから、究極のエコカーと呼ばれている燃料電池自動車 FCV の販売が2014年12月に開始され、大きな話題となっています。県では燃料電池自動車やその燃料となる水素を充填する水素ステーション、水素をエネルギーとして利活用する水素社会を広く普及させていくため、県庁に市庁舎駐車場に水素社会普及啓発ゾーンをオープンさせました。1月20日には全国の自治体で初めてこの燃料電池自動車を公用車に導入しました。この公用車は環境学習などに活用していくよ。県庁本庁舎の正面玄関横に電気自動車 EV、 プラグインハイブリッド自動車 PHV 用の充電ステーションを整備し、利用を開始しました。2020年度末までに公共施設やショッピングセンターなど多くの利用が見込まれる場所に1600基を目標として充電インフラの整備を進めているよ。交通事故の防止を目指し、産学行政の連携による
自動車安全技術プロジェクトチームを設置しました。自動車安全技術を搭載した車の試乗会を開催したり、研究開発や実証実験などを支援していくんだ。愛知県は花の生産52年連続全国1位を誇る花の王国です。そんな愛知の花の魅力を知っていただこうと、11月21日から4日間、セントレアで愛知花フェスタ2014を開催しました。チタのポインセチアを使ったクリスマスツリーやフラワーディスプレイに彩られた華やかな会場では、花や特産品の販売、ステージイベントなどが行われたんだよ。知ってますか？また県民の皆さんに気軽に花や緑に触れ合っていただこうと、3月26日から4日間、栄のオアシス21でフラワーガーデニングショーも開催しました。11月、愛知ロボット産業クラスター推進協議会が設立されました。愛知県はロボット製造品出荷額等の国内シェアがおよそ 25% と全国一。産学行政が連携してロボットの研究開発や生産の拠点を作り、新技術、新製品を生み出していくことで、この地域を世界に誇れるロボット産業拠点として発展させていきたいと考え、設立された協議会なんだよ。製造現場だけでなく、医療や介護、福祉、レスキューなど幅広い分野で活躍が期待されている次世代ロボット、10月22日から3日間ポートメッセ名古屋でロボットシンポジウム2014名古屋を開催しました。安心・快適な社会の実現に貢献する次世代ロボットをテーマに、先進的な技術や研究開発の状況を紹介したんだよ。その他、企業や大学、研究機関で実用化への取り組みが進む次世代ロボットも展示されたんだ。一人一人が充実した生活を送り、社会の活力や結びつきを向上させていくためには、すべての人が活躍し、全員参加で支える社会を作っていくことが必要です。そのための愛知県の取り組みとは。結婚や出産などを機に仕事を辞めた女性の再就職を支援するため、ウィンク愛知に愛知子育て女性再就職サポートセンターママジョブ愛知を開設しました。キャリアカウンセラーによる相談・カウンセリングやワークショップ、職場実習などを実施しているんだよ。再就職したい女性を応援する強い味方になってくれるはず。また将来理系の分野で活躍できる女性を増やそうと、女子中高生の理系きっかけシンポジウムを開催しました。女性が元気に働き続けていくためには、男性の積極的な育児参加も不可欠だよね。一人一人の意識改革や仕事と育児を両立できる働きやすい職場環境づくりに向け、愛知育メン応援会議を設置しました。その取り組みの一環として、育メンを題材とした川柳を募集して、11月にはその最優秀賞作品を活用したポスターの掲示や街頭啓発活動など、県内各地で育メン応援キャンペーンを実施したんだよ。知的障害のある子どもたちの教育の充実を図るために、新たに稲沢特別支援学校と豊橋特別支援学校の分教室三例教室を開校しました。特別支援学校への長時間通学を解消するために、スクールバスの台数を増やしたんだよ。また2014年に創設した障害者福祉減税基金を活用して、一宮市に
障害児者が医療と療育サービスを受けられる入所施設を設置することが決まったよ。芸術文化活動を通じて障害のある方の社会参加を促す取り組みも。障害者アート展愛知アールブリュット展を開催しました。絵画や書道、オブジェなど個性豊かな作品が展示されたんだよ。子育て世帯を支援するため子育て支援減税手当を給付したり、ファミリーサポートセンターの援助会員が医療機関と連携して病気の子どもを預かる病児・病後児保育促進モデル事業を瀬戸市で開始しました。子育て世帯を支援することは次世代を担う子どもたちの健やかな成長を支援することにつながっているんだよ。高齢化が進む中、急がれるのが地域包括ケアシステムの構築です。市町村と医師会、訪問看護ステーション、医療・介護を一体的に提供する法人などとの連携による地域包括ケアモデル事業を県内9市で開始しました。医療や介護、生活支援サービスなどを切れ目なく受けられるシステムがあれば、高齢者の皆さんが住み慣れた町で安心して暮らせるよね。7月10日、愛知芸術文化センターで第50回献血運動推進全国大会が開催され、日本赤十字社名誉副総裁である皇太子殿下ご臨席のもと、献血運動の推進に貢献された方々へ表彰状などが贈呈されました。危険ドラッグを吸って救急搬送されたり、交通死亡事故を起こしたり、大きな社会問題になっているよね。7月28日、愛知県危険ドラッグ緊急対策会議を開催しました。愛知県、警察、国が一丸となって危険ドラッグ撲滅に取り組むことを確認したんだよ。愛知県は女性を対象に風疹抗体検査を無料で行いました。これは妊娠中の女性が風疹にかかることで生まれてくる赤ちゃんが先天性風疹症候群になることを防ぐためのものなんだ。いつ発生してもおかしくない南海トラフ地震。大規模災害が発生したとき、迅速かつ的確な対策を講じられるよう、災害対策本部室などを本庁舎から自治センターに移転・整備しました。また名古屋駅周辺で防災訓練を実施しました。自分の命は自分で守るシェイクアウト訓練のほか、ビルからの救出・救助訓練や帰宅困難者の避難誘導などを行ったんだよ。地震や津波から県民の皆さんの命を守るために、愛知県河川海岸堤防等地震津波対策事業促進協議会を設立しました。愛知県をはじめとする33の自治体で河川・海岸堤防などの地震津波対策の促進について国への要望活動を行っていくよ。愛知県ではストップ・ザ・交通事故、高めようモラル、守ろうルールをスローガンに、春・夏・秋・年末に交通安全県民運動を実施しています。交通事故をなくすために、交通事故により心身ともに大きな傷を負った2人の元スポーツ選手を起用したテレビ CM を放映しました。起用されたのはシンクロナイズドスイミング北京オリンピック日本代表の石黒由美子さん、そして元 J リーガーで車椅子バスケットボールパラリンピック元日本代表の京谷和幸さん。
交通事故を体験した2人の CM から深い悲しみと事故防止に対する強いメッセージが伝わってきたよ。もうこれ以上交通事故はいらない。また高齢者の交通事故を防止するため交通安全川柳を募集し、優秀作品を活用して啓発を行いました。愛知県の交通事故死者数のおよそ6割を高齢者が占めている。高齢者の交通死亡事故が多発する市町村で重点的に啓発活動を行ったんだよ。12月には3年ぶりに知事から交通安全年末緊急アピールも発信し、県民の皆さんに交通安全を強く呼びかけました。11月10日から3日間、名古屋国際会議場で ESD ユネスコ世界会議が開催されました。11月10日の開会全体会合には皇太子、同妃、両殿下にご臨席いただきました。 ESD とはエディケーション・フォー・サスティナブル・デベロップメントの略で、持続可能な社会を支える担い手作りという意味なんだ。合わせてシンポジウムや子ども会議、ESD 交流フェスタなどを開催し、環境や貧困、人権、開発など現代社会が抱える課題を自らの問題として捉え、学び、行動していくことの大切さを呼びかけたんだ。みんなで広げよう。せーの、エコアクション。2月7日、8日に開催されたのが、日常生活の中で行う地球に優しい身近な環境配慮行動、エコアクションのキックオフイベントです。レッツエコアクション in 愛知、地球へのラブレターとして、参加者に今できるエコアクションを宣言してもらったり、いろんなブース、ステージを通して身近にできるエコアクションを PR したんだ。愛知県内の環境学習施設などが加盟する協議会アエルネットのうち120の施設などが協力して環境学習スタンプラリーを開催しました。半年間でおよそ4万5千人が参加。環境について楽しく学んだよ。渥美半島の先端に位置する伊良湖休暇村公園で、全国初となる砂丘とオアシスの再生をテーマにした公園整備を進めており、10月24日にその一部をオープンしました。浜辺の花を鑑賞したり、砂遊びや水遊びを楽しんだり、自然観察をしたり、自然と触れ合える公園になるといいよね。2010年、愛知で開催された生物多様性条約第10回締約国会議 COP10。 この会議を契機に設立された生物多様性自治体ネットワークのフォーラムが開催されました。国や自治体のほか、企業、NPO の代表が愛知目標の達成に向けパネルディスカッションを行ったんだ。環境再生を進めている三河湾に関心を持っていただくため、8月9日三河湾大感謝祭を開催しました。三河湾のアサリなどを食材にしたガマゴリうどんの試食会など、楽しい企画が満載で大いに盛り上がったよ。2014年3月に策定した愛知ビジョン2020、ビジョンの推進には県民の皆様の協力が欠かせません。ビジョンが目指す愛知づくりの方向性を県民の皆様に理解していただくため、10月20日愛知ビジョン2020シンポジウムを開催しました。人が輝き、すべての人が活躍する愛知づくりをテーマに、講演やパネルディスカッションが行われたよ。東三河地域の振興は愛知県のさらなる飛躍に向けた大きな柱です。
東三河県庁がスタートして3年目、東三河地域の発展を加速させていくため、東三河の魅力の創造・発信、豊かな自然の保全・再生など様々な施策に取り組んだよ。2015年2月、任期満了による知事選挙が執行されました。2期目の当選を果たした大村知事。日本一元気な愛知、人が輝く愛知、人材力を高めていく、光り輝く愛知をしっかりと作っていきたいと力強く決意を示したよ。2014年4月、愛知県で初めて民間企業からの副知事として森岡副知事が就任。東三河県庁を担当する副知事として永田副知事の後任に中西副知事が就任しました。現在の愛知県庁舎は昭和13年に竣工しました。西洋的な様式と城郭天守の意匠を融合させたその庁舎が12月10日国の重要文化財に指定されました。昭和前期の庁舎建築を代表するものとして名古屋市庁舎とともに歴史的価値が認められたんだよ。経済のグローバル化が進展する一方、本格的な人口減少、高齢社会に突入した日本。さらなる発展のために高いポテンシャルを持つ愛知が果たす役割がますます大きくなろうとしています。大都市圏の構造を変えていくリニア中央新幹線の開業を最大限に生かした地域づくりで飛躍。日本一の元気で一人一人が豊かさを実感できる愛知県を目指していきます。